小林敏子のおすすめ商品のご紹介です。まずはアイズのアイラッシュリポゾーン、まつげの美容液になっています。スキンケアは毎晩していても、まつげの美容液までは塗っていないっていう方多いんではないでしょうか。まつげはメイクの中でも一番重要なポイントになっていて、年齢とともにまつげが細くなって目力が弱くなってしまいます。これを夜のスキンケアの時に塗っていただくと、まつげにハリやコシが出てきて健康的なまつげになります。では使い方ご説明します。夜のスキンケアの時に必ず塗ってください。今私はマスカラを塗っていますが、塗る時はマスカラを塗っていない状態で塗ってください。まつげに塗るというよりは根元をゴシゴシとマッサージするように塗ってください。下まつげにも使えます。この美容液を使い出してから、目頭の細かったまつげが張りが出て太くなってきたように思います。アイズのアイラッシュリポゾーン、まつげの美容液、お求めは毛林秀ネットショッピングまで。